チュナーに返還されたところであります。 WWF ジュニアヘビー級のベルト、今日のチャレンジャーエルソリタリオ、今コミッショナー代理と軽く握手を行いました。こちらはチャンピオン藤波辰巳、 WWF 認定ジュニアヘビー級選手権試合60分で一本勝負を行います。青コーナー挑戦者210ポンドエルソリタリオ、チャレンジャーメキシコの黄金仮面エルソリタリオです。赤コーナーチャンピオン220ポンド藤波辰巳、一方迎え撃ちますチャンピオン藤波辰巳です。レフィー山本コネク、さあ栄光のディファジオメモリアルをめぐって争われます WWF ジュニアヘビー級選手権、チャンピオン藤波辰巳対チャレンジャーエルソリタリオの60分一本勝負、まもなくゴング試合開始であります。両者が握手を行いました。リングの中央、そしてコーナーに分かれます。ここでゴングが鳴らされました。試合開始60分一本勝負の幕開き。なおこの試合は新日本プロレスの審判部長山本小鉄さんがさばきます。さあ立ち上がり、藤波辰巳がまず腕を持って投げた。ソリタリオが軽快に起き上がります。リストロックの体勢です。上がっていなげたソリタリオ、まずは2人が軽快なレスリングです。手打ちの状態になった。サイドのヘッドロックに捉えます。藤波辰巳、チャンピオン藤波辰巳、これは27回目の防衛戦になります。フロントからがっちりとロックしています。フロントからのヘッドロックに捉えましたが腕を切り返しました。ソリタリオ、この辺返し技非常にうまいものを持っております。ソリタリオ、この辺の返し技には気をつけたいとチャンピオン藤波辰巳も試合前語っておりました。両者の立ち上がりです。まずはリストロック、ソリタリオです。なおこのタイトルマッチのルールですが WWF 認定の公式ルールに乗って行われます。まず反則勝ちではタイトルの移動はありません。反則勝ちではタイトルの移動はありません。さあ腕の取り合いだ。バックへ投げた藤波辰巳、グラウンドに持ち込みました。そしてオーバーザフェンスは即座に反則負けとなります。場外は20カウント、エプロンが10カウントで行われます。足を取りましたソリタリオです。トーホールドに捉えます。ステップオーバートーホールド、エルソリタリオです。櫻井さん、はい、まあ、このチャンピオン藤波辰巳27回目の防衛戦になるわけなんですが、はい、実は目を痛めてですね、はい、昨日の試合を欠場したほどということなんですけどね、はい、まあ、ということは27回目の防衛に非常にキー信号がついたということですね、はい、そうですね、まあ、特にね、はい、この空中殺法動きが速いね、はい、この空中戦をね、得意にしているその藤波君ですからね、はい、この場合ちょっと目を痛めてるってことね、このやっぱり距離感をつかむということにおいてね、はい、ちょっと難しいんじゃないですかね。ですからまあちょっとバランスがちょっと悪いですね、はいはい、まあ、ですね、試合前にですね、はい、医師の診断を受けたんですが、はい、とにかく目から涙がこぼれてくるわけですね、はい、それで相手がよく見えないというような、まあ、相当悪いコンディションらしいんですよね。そうですね、はい、まあ、しかしね、はい、これだけ髪のいいね、の選手ですからね、はい、藤波君はね、で、まあ、鳥谷の動きに密着してですね、まあ、その試合をね、こなしてるんじゃないですかね。はい、古田さん、先ほどタイガーマッチで戦ってですね、左肩口負傷した、エルソロアルですが、はい、今控室に私取材してまいりましたけれども、ちょうどですね、今専属のですね、はい、浅川強制士、そういったところがですね、はい、治療に当たっておりますが、かなり痛そうにですね、うめき声を上げております。それでですね、はい、やはり肩関節のですね、脱臼であるということですね。あ、肩関節の脱臼ですか。はい、まあ、くるくるっと回転していった時にですね、はい、投げに行った時に、まあ、肩口へのいわゆるですね、その負担を逃がすことができなくて、そのまま突っ込んでしまってですね、まあ、脱臼したということのようですね。あ、そうですか、はい、先ほどの負傷をいたしましたエルソラールが心配でありますが、肩口の脱臼ということであります。まあ、やはりですね、速い動きのレスリング、特に、はい、まあ、メキシコのルチャリブレといったようなです、ね、はい、パターンのレスリングの場合には、はい、ああいう打球も多いんでしょうかね。そうですね、やはりタイガーマスクのね、はい、動きですね、下の移動がね、あまりにも速かったんですよね、ついていけなかったということもありますね、はい、リング上もさあスピーディーな試合展開になりました。両選手がリングに交差する、ヘッドしてアストロップ、内山達美がヘッドしてアストロップ、ドロップキック枠を来た、逆にソリタリオがドロップキック、今のね、この藤波君のね、はい、ドロップキックの失敗などはね、ちょっと距離をつかめなかったですね。さあ、フィアフォーレックロック、足4の手が止める体勢であります。チャンピオン藤波辰巳、ポジションがいいぞ、ポジションがいい、チャンピオン藤波辰巳が4の手が止める体勢であります。いや、いい位置ですよ、はい、ソリタリオが苦しがっております、苦しい表情だ。さあ、かけているチャンピオン藤波辰巳、目の負傷を押しての出場であります。27回目の防衛成功するかどうか、
やはりね、はい、このドロップキック失敗からすぐにですね、作戦切り替えて思い切ってね、突っ込んで、はい、この足取りからですね、4の字に行くと、このあたりはやはりあの藤波君のね、キャリアといいますかね、はい、やはりあのジュニア世界一のね、この貫禄ですね。そうですね、はい、藤波辰巳、足4の字固めをがっちりとかけましたが、ソリタリオがうまい体勢でロープサイドに逃れました。WWF ジュニアヘビー級選手権試合、チャンピオン藤波辰巳対チャレンジャーエルソリタリオの60分一本勝負です。立ち上がり両選手軽やかな、非常に軽快なレスリングが行われていますリング上。さあこれでローキック、ローキックであります藤波辰巳。櫻井さん、はい、まあ、こういうですねレスラーが、はい、ローキックみたいなのやられますとですね、非常に屈辱に思うそうですね、レスラーにとって。そうですね、まあ、足もねこの蹴られるということはね、はい、もう相手 の, そのいわゆるその喧嘩ファイトですからね、はい、まあ、これはですね、はい、まあ、チャンピオン藤波辰巳の余裕で相手の心理作戦に出たということでしょうか。そうですね、それともう一つ、やはり空中戦に持っていくよりもですね、はい、やはりこういう形でいいファイトしていった方が、はい、やはり勝機をつかみやすいですね。なるほど、はい、ちょっと藤波君のね、はい、頭の回転がいいですからね、非常に作戦をバッと切り替えてるわけですよ、はい、肩口に担ぎ上げてそのままキャンバスに叩きつけましたエルソリタリオ。そして藤波辰巳の右腕と右足を持ちまして逆関節技、関節技に取ろうとしていますエルソリタリオ。それから今度は逆に足への攻撃でありますソリタリオ、逆関節に決めます。今ここでタイトルマッチ試合開始から5分が経過しました。さあ藤波辰巳の目の負傷が心配であります、目が心配であります。おっと、これから肩逆エビ固めの体勢に入りましたソリタリオ。これが藤波辰巳3回目の防衛、3回目のチャレンジになります。エルソリタリオ、なんとしても3度目の正直、今日はタイトルを持ってメキシコに帰りたいと試合前意欲満々に語っておりましたエルソリタリオ。そのソリタリオが今藤波辰巳に肩逆エビ固めの体勢であります。藤波辰巳がうまく逃れました。まあ、藤波チャンピオン藤波辰巳が、目を痛めているということで、逆に言えばソリタリオにとっては願ってもないチャンスが来たわけであります。サーリングの中央で2人が手4つになった。これからどういう攻撃に出るか、両者チャンピオン藤波辰巳が左、そしてチャレンジャーエルソリタリオが右であります。がっちりと胸が合いました。すでに両者の上半身汗が光っています。藤波辰巳がブリッジだ、ブリッジ手4つの状態で藤波辰巳がブリッジ、その上からエルソリタリオが乗っかります。体重を浴びせかけますがブリッジ潰れません。藤波辰巳の鮮やかなブリッジ、それからボディシザース、ボディシザースに捉えます藤波辰巳です。さて櫻井さん、はい、まあ、このチャンピオン藤波はですね、はい、先のシリーズ、レッスントンを下しましてね、はい、事実上のジュニアヘビー級の、はい、世界統一チャンピオンになったわけなんですけれども、はい、まあ、これはもちろんファンにとっては非常に嬉しいことなんですけれども、はい、まあ、逆に言えばですね、はい、ジュニアヘビー級クラスではもう自分が最高峰ということで、はい、目標がなくなったわけですよ ね、 そうですね、ということはですね、まあ、常に追われる身になったということで、その辺のプレッシャーいかがでしょうかね。そうですね、まあ、ジュニアヘビー級のね、はい、もう藤波君の実力、はい、それはもう人気ですね。これがもう世界のトップであるということはね、それはもう誰もが認めることでですね、はい、これからその藤波君の場合はジュニアヘビー級でまあ追われる立場はもさることならですね、はい、本格的なそのヘビー級へのね、この進出ということを考えているんじゃないですかね。そうですね、はい、まあ、今日試合前本人もヘビー級への転向をですね、ほのめかしておりましたけども、現在フロントとですね交渉中であると、はい、本人はヘビー級への転向意欲満々でありました。そうですね、はい、今日はまあタイトルマッチということでね、体を絞ってますけどね、大体普通の場合ですね、藤波君今大体103キロか104キロぐらいまでありますからね、はい、今日はウェイトを落としての、タイトルマッチということですね。まあ、それでまあ B 級と言いますとちょっと軽いんじゃないかという声もありますけども、はい、まあ、ルーキーとかですね、全盛期が大体105キロぐらいですからね、はいはい、さあもうヘビー級にいってもいいんじゃないかと思いますね。首4の字固めの体勢でエルソリタリオが藤波辰巳を決めていましたが、今度は場外に持ち込みました。場外戦です。ソリタリオと藤波辰巳場外戦に持ち込みました。おっと、場外のテスト浴びにソリタリオが藤波辰巳を体を引きつけました。藤波は場外にドロップキック、カウントはリング上を数えられています。藤波辰巳がいち早くリング内だ。ソリタリオも早くリング内に戻らなくてはいけません。
両者がリング内に戻りました。栄光のリファジオメモリアル、メモリアルをめぐって争われます。この WWF、ね、はい、ジュニアヘビー級タイトルマッチ。今コンディションがね、非常に普通の状態ならば藤波君ね、おそらくはあのドラゴンロケットとかですね、ランチが行ったでしょうね。はい、バックを取りに行きました。ソリタリオ、体勢が崩れました。藤波辰巳の、目の痛めたということで、その方が心配であります。目の状態が非常に心配されます。チャンピオン藤波辰巳、おっと、これは坂上さん、どういった技ですか？そうです、これはあの、ね、背筋を痛めますね。そうですね、はい、背筋、それとも、両腕の、ね、関節ですね、はい、チャンピオン藤波辰巳が積極果敢に新しい技私どもまだ見たことのない新しい技を仕掛けました。チャンピオン非常に積極的であります。そしてこのまま、おっと、両者が同じような格好、両選手の足ががっちりと絡み合っています。さあ、こちらは、ね、この両足首にね、はい、この張り込む力が入ってるわけですよ。この場はエルソリタリオが取りました。チャンピオン藤波辰巳、その藤波辰巳に今度は首へのフロー攻撃ですか、フロー攻撃に行きました。エルソリタリオ、いいリフトです。フライタに リリフトを見舞ったチャレンジャーエルソリタリオ。長い時間経ちますと、櫻井さん、チャンピオン藤波辰巳、目の状態が良くないだけに苦しくなりますね。そうですね、早く勝負をつけなくてはいけません。さあ、ロープに振った、何が出る、ショルダースルーです。ドロップキック、これは空を切りました。おっと、逆にソリタリオがドロップキック、場外に転落したのはチャンピオン。これからプランチャー、プランチャーだ、チャンピオン、いや、藤波辰巳危ない、ソリタリオがプランチャーを奪った、直撃、チャンピオン藤波辰巳を直撃、両選手は大の字であります。チャンピオン藤波辰巳危ないぞ、いち早く起き上がったのはソリタリオの方であります。共に食ってしまいましたね、はい、リングアウトではタイトルが移動します。リングアウトになってはいけない、チャンピオン藤波辰巳、早く戻らなくてはいけない。あ、さあ、ここでローリングガッチホールド、さあどうだ、さあどうだ、それからよ、ブレンバスターの体勢です。ブレンバスター、チャンピオン危ないぞ。さあ、それからセカンドロープ、セカンドロープを利用してブランチャー、ブランチャーに行きました。これはね、チャレンジャー藤波君が読みましたね、はい、藤波がですね、今足が逆にですね、ソリタリオの首筋あたりに決まってましたね。そうですね、さあ、両選手の動きが非常に鈍くなった、両選手とも成功を使い果たしたか。さあ、チャンピオン藤波、ブレンバスター、ブレンバスターであります、チャンピオン藤波辰巳、ソリタリオは大の字だ。さあ、決まるか、まだ決まりません。この千円コロシアム13,500人と大観衆が見守る中、両選手は熱い攻防だ。チャンピオン、ドラゴンロケットか、ドラゴンロケット、ドラゴンロケットが決まった、決まった。これはね、もう完全にね、自分の勘だけでいったんですがね、そうですね、本当に決まりましたね、はい、ソリタリオ場外の切殺に背中を打ちつけました。ゆっくりとリング内に戻ろうというところ、ロープ越しにチャンピオン、ブレンバスター、またもやブレンバスター、すごいブレンバスターの応酬になりました。ホールド大成、決まった、決まった、若きチャンピオン藤波辰巳、27回目の防衛に成功しました。いやー、櫻井さん、はい、それにして